CT 機器コンピュータ断層撮影は放射線などを利用して物体を操作しコンピュータを用いて処理することで物体の内部構造を画像として構成する技術あるいはそれを行うための機器断層撮影の名前の通り本来は物体の断面画像を得る技術であるがこれらの検査技術は単に断面画像として用いられるのみでなく画像処理技術の向上によって 任意断面画像再構成や局面を平面に投影するカーブド MPR 最大値投影像サーフェスレンダリングやボリュームレンダリングなどの3次元グラフィックスとして表示されることも多くなり画像診断技術の向上に寄与している講義の CT には放射性同位体を投与して体内から放射されるガンマ線をもとに断層像を得る ポジトロン断層法や単一公主放射断層撮影、また体外から X 線を照射するものの180度未満の X 線環球と同期する検出器の回転、または平行移動によって限られた範囲の断層像を L、X 線ともシンセシスなどが CT の一種として挙げられる。しかし、一般的に CT といった場合、 ほぼ常に最初に実用化された X 線を利用した180度以上の X 線環球と検出器の回転によって断層像を得る CT のことを指すようになっている。また単に CT といった場合には円錐状ビームを用いるコーンビーム CT ではなく線状ビームを用いるファンビーム CT を指す。後律する1990年代以降発展した多列検出器 CT は 厳密に言えば、等速方向に幅を持った核水上ビームを用いるコーンビーム CT であるが、実用上はファンビーム CT として扱う。本校では主に、被検体の外から X 線の線上ビームを連続的に回転しながら、螺旋状にもしくは回転しながら、断続的に照射することにより被検体の断層像を得ることを目的とした。 CT 機器及びその検査について記述する。コンピュータ誕生以前の断層撮影方式では、1930年代にイタリアの放射線開始のアレッサンドロ・バルレボーナによってトモグラフィーの原理が発明された。これは X 線撮影フィルムに体を輪切り状に投影するものであった。1953年には弘前大学の高橋信二が、 X 線回転横断撮影装置を開発した。これはコンピュータを用いないアナログな機械的装置によって断層を撮影するものであった。最初の商業的な CT はソーミー MI 中央研究所で英国人のゴッドフリーハウンズフィールドによって発明された。これはコンピュータによる装置の制御や画像処理を行うことができるもので1967年に 公案、1972年に発表した。ハウンズフィールドの研究は、マサチューセッツ州のタフス大学のアラン・コーマックの理論をもとにしており、彼らは1979年のノーベル生理学、医学賞を受賞した。1971年に作成された原型は、一度刻みで160の並列読み出し操作を行っており、180度にわたって操作するのに5分以上かかっていた。 画像は操作後、大型計算機で2.5時間かけて、ラドン変換及びその逆変換を繰り返す、トモグラフィック復元によって得られた。最初に生産された XSENCT は、脳の断層撮影に用いられた。二つの断層データを得るのに約4分かかった。そして、断層画像を得るのにデータゼネラル社のミニコンピュータを使用して、画像1枚あたり約7分かかった。 なお、EMI 社に所属していたビートルズの記録的なレコードの売り上げが CT スキャナーを含めた EMI 社の科学研究資金の供給元だったとも考えられるため CT スキャナーはビートルズによる最も偉大な遺産とも言われている。日本における CT の導入は EMI とレコード事業で提携関係のあった東芝が1975年8月に輸入し、 東京女子医科大学病院に設置されて脳腫瘍を捉えたのが始まりである。ただし、このスキャナはニクソンショックによる変動がわせ相場制導入後でも1億円をくだらない費用を要する代物で日本政府側の自賠責保険の運用益から交通事故時の頭部外傷に役立てるような研究的意味合いで資金拠出されることになった。その後、 東芝メディカルにより国内生産が開始され、一方日立製作所で自社開発による初の国産機を1975年10月に藤田学園保健衛生大学に設置している。その後、1986年にヘリカル CT が開発され、1998年には4列 MDCT が登場してきた。二千年代以降は CT の技術革新が進み、 工述するように画像再構成アルゴリズムに蓄示、近似法を用いるものや、二つのエネルギーの X 線を用いることで、金属アーチファクトの低減を可能にした、デュアルエナ GCT、あるいは MDCT では、最大で320列のものや、検出器にフラットパネルディテクタを用いたものも、登場している。CT 機器の内部構造検出器は、 環球を中心とする円弧状に配置されている検査対象の周囲を宣言と検出器が回転し、検査対象は X 線を全方位から受け、照射された X 線は検査対象を通過し、対象に一部吸収されて減衰した後、宣言の反対側に位置する X 線検出装置に到達し記録される。それぞれの方向でどの程度吸収されたかを記録した後、 コンピュータで画像をフーリーエ変換で再構成する。一段面を格子状に分割し、各部位の吸収率を未知数とし、その合計が実際の吸収量と等しくなるように連立方程式を立て、これを解くのである。巨大な行列演算である。一般に一段面を512ピクセル四方の格子に分割する機種が多いが、1024ピクセル四方に分割し処理できる。 空間解像度の高い機種も存在する。CT 画像最高製法は、解析的最高製法、代数的最高製法、統計的最高製法に対別され、逆投影法は、解析的最高製法に分類され、逐次近似画像最高製法は、代数的最高製法と統計的最高製法に分類される。これまで CT 画像最高製法の主流は、 フィルタ補正逆投影法であったが、近年では、画像ノイズ低減効果や、アーチファクト低減効果が期待される、蓄次禁似画像再構成法が増えつつある。IR 法の弱点である画像再構成にかかる、時間の長さを克服するために、FBP 法に IR 法の原理を組み込んだ、蓄次禁似応用再構成法も存在する。また、x 線 c t の発展によって生み出された、 多列検出器 CT では、64列、256列、320列と、検出器列数が多くなると信号が、等速方向に歪んでしまうため、これを補正する目的で、フェルドカンプ法が用いられる。線上ビームではなく、円錐状ビームを用いることにより、等速方向に被検体を移動させなくても3次元の、等映像を得ることができる、高音ビーム CT においては、 コーンビーム逆投影法と呼ばれる逆投影法を発展させたアルゴリズムを用いる逐次近似画像再構成法を用いる CBCT 装置も存在する造影剤を使わずに撮影を行うものを単純 CT と呼ぶ一般的なスクリーニングとして用いられる場合が多い検査の目的によっては造影が逆効果であるため積極的に 単純 CT が選択されることもある。また、病院で原因不明死で死亡した者の死の因を究明するための死亡時画像診断にも用いられる。愛では、被検体に対する放射線被曝による放射線障害を考慮する必要がないため、光線量を用いて可能な限り高い画像分解能、コントラスト分解能で撮影を行う。 被検体には血行循環や呼吸などの生理的機能が消失しているため造影剤を使用することはできない。造影剤を投与後に撮影を行うものを造影 CT と呼ぶ。CT においては X 線吸収率の高い用度造影剤を血管内に注射して撮影を行うものが一般的である。通常は造影 CT といえばこれを指し、 他の造影剤を使用する場合、別の特殊な名前で呼ぶことが多い。造影剤は注入された後、血流に沿って全身の血管に分布し、さらに毛細血管からの拡散によりゆっくりと血管外の細胞外液にも移行し、各種臓器の実質を染める。血管内や血流が豊富な組織が濃く病出され、画像のコントラストが明瞭になり、より詳細な観察が可能となる。 撮影の目的によって、造影後いずれのタイミングで撮影するべきかが異なる。大まかに言えば、血管の評価が主な目的であれば、早期症での撮影が、臓器の評価が目的であれば、文脈症内視遅炎症での撮影が適する。造影剤の注入速度や造影剤の溶度濃度も、検査の目的によって様々に選択される。CT 用溶造影剤として、溶壁ソール。 イオパミドール、イオメプロール、イオペルソールなどが用いられる。特殊な造影 CT 撮影法特殊な造影 CT 撮影法を一家に示す。撮影画像 CT で得られる基本的な画像は体の断面を表すモノクロ画像である。画像上の白い部分が X 線の吸収度の高い部分であり、黒い部分が X 線吸収の低い部分に対応する。前者は 高吸収域、高濃度域、透過性低下域、高射は低吸収域、低濃度、透過性更新域とも表現する。吸収率の単位としては、空気をマイナス線風、水を0風と定義した風という単位が利用され、これによる透過率の表現を特に CT 値と呼び、他の物質はこれらとの x 線吸収度の相対値で示される。体内や、 体外の金属は非常に高い CT 値を呈する。骨も金属元素を多く含んでいることから数百風程度の高吸収値を示す。それ以外の筋肉、脳、肝臓など体内のほとんどの臓器は造影剤を使用しない場合、20風から70風程度の比較的狭い吸収治療域に密集して分布しており、この濃度域は一括して南部組織濃度と総称される。 特徴的なのは脂肪であり、体内の主要な構成成分の中でハイヤーを除けば、唯一負の CT 値を示すことから、CT で容易に検出可能である。このように、CT のが措置のダイナミックレンジは広いが、同時に、臓器の観察ではわずか数分程度の濃度差も問題となる。人間の目の濃度分解能には限りがあり、 仮にマイナス1000風から5000風までを均等に白黒画像に割り付けてしまうと主要な臓器のほとんどはコントラスト不良でほとんど観察できなくなってしまう。人間が観察する場合は画像の真っ黒から真白までの範囲の中に自分が観察したい臓器に合わせた CT 値を割り振って観察しておりこの割り振り方を条件と呼んでいる。 例えば肺の内部構造を観察したい場合、肺胞中の空気と気管支や血管が区別できるような条件で画像を観察する必要があるが、このような条件で観察した場合、脂肪や心臓、食道などの臓器は画像上は真っ白になってしまう。逆に肝臓の細かい濃度変化を観察する場合、肺は真っ黒となってしまう。このような事情のため、 画像をフィルムに焼き付ける際は、場合によっては、同じ断面を複数の異なる条件で焼き付けなければ、十分な診断ができない。コンピュータのモニター上で観察することが普及してからは、診断員はリアルタイムに複数の条件を切り替えながら、CT 画像を観察することができるようになっている。メディアを再生する撮影画像の連続表示 CT で得られるのは、 基本的に平面上の画像の集合である。以前はこれらの画像は単にフィルムに焼き付け、シャウカステン等によって蛍光灯の光にかざして観察していた。ヘリカルスキャンやレツ検出機 CT といった撮像技術の発達により 0.5mm 厚といった非常に薄いスライスでの撮像が日常的に多くの施設で可能となると膨大な枚数の断面画像が出力されるように なった。現在では多くの施設でフィルムではなくモニター上で画像を動画のようにページングしながら観察できるようになっている。また、スライス圧が十分に薄くなったため輪切りの CT 画像を3次元画像として再構築することも可能になった。一度の撮影で得られた全ての画像を CT 値の3次元行列として捉えるのである。 この三次元上のピクセルのことを特に三次元であることを強調してボクセルと呼ぶ。任意の方向に十分な解像度を持った三次元のボクセルデータが取得できるようになり、それを記憶、処理できるメモリや処理装置も安価となったため、以下に挙げるような様々な CT の観察方法が利用されている。任意断面最高性対象物の任意の方向の 断面を再構成して表示することを任意断面再構成と呼ぶ。細かい血管の走行や腫瘍の進展などについては一断面のみからでは把握しづらいため MPR は診断に大きく寄与した。横断面に対して直行する、四場面、感情面以外の平面を再構成する場合はオブリーク MPR などと言い,い、頭部 CT では眼下、 時行線に平行なオブリーク MPR を利用する。変方として、円柱面やベジ局面上にボクセルデータを投影する方法もあり、追体に沿った局面を再構成することで変形した、脊椎の病変の診断や、顎骨に沿った局面を再構成することで、歯科領域での診断などで応用されている。一方向投影像任意の方向に、ボクセル値を積分したレサム像によって、 その方向から X 線を爆破した場合のレントゲン写真に似た画像を作ることができる。また積分ではなく任意の位置直線上で最も CT 値の高い値を平面に投影した MIP 像などがある。3次元レンダリングコンピュータによってボリュームレンダリングされた人体の CT 画像。左上の3次元画像と3軸からのスライス画像を表示できる。 CT 画像のプレゼンの種類平均強度投影、最大強度投影スライス平面画像、ボリュームレンダリング、十分に解像度の高いボクセルデータは、コンピュータで適切な陰影付け、遠近感を施すことで、人間が直感的に把握できる三次元グラフィックスとして表示できる。主な三次元レンダリング方法は、一定の式位置以上の塊の表面を見る。 サーフェスレンダリングと不透明度を変えて中身も見えるボリュームレンダリングの2種類がある。ある程度最高生児に人手を介するため厳密な測定目的には向かないが断面では認識しづらい複雑な脈管構造や立体的な構造把握の難しい部位での全体像の把握には有用である。また、術前の計画、患者への説明用にも利用できる。 視点を機関内や大腸内に置き、これら臓器の内面を立体的に表示するバーチャル内視鏡も実用化されている。コンピューターのスペックが乏しい時代では三次元化レンダリングが困難だった。しかし2000年以降に著しくコンピューターが進歩し三次元レンダリング法が進歩した。心臓 CT を次元 CT 常に高速に動き続ける心臓は CT が最も苦手としてきた臓器の一つであるが、多列検出器 CT を用いて高速に、広範囲の撮影が可能となり、心電図動機技術や、宣言高速回転技術も発達したことで、心臓分野でも CT が威力を発揮するようになった。現在では、心臓表面の直径2ト、mm、ルの血管の強作までも病出し、一部の血管カテーテル検査を、 置き換えられるようになってきている。東芝メディカルシステムズの320列、検出器 CT や GE の256列、検出器 CT などの超多列検出器 CT の登場により、動き続ける心臓の3次元映像をアニメーションで表示することすら、作成可能になってきている。脳動脈瘤の拍動を調べることにより、未破裂脳動脈瘤の破裂リスクを予想しようとする。 研究にも用いられ始めている。治療計画用 CT 放射線治療においては、CT 画像の持つ CT 値は機種ごと、X 線のエネルギーごとに、あらかじめ測定された CT 値、電子密度変換テーブルによって、体内金属など、極めて CT が高い物質を除き、線形関係はないが、物質の電子密度と1対1に対応される。物質の電子密度は、 高エネルギー領域の X 線において吸収線量を与える主な相互作用であるコンプトン産卵の発生確率と密接に関連しており放射線治療計画における吸収線量計算を行うにあたって X 線 CT 画像は不可欠であるそのため対外照射式の放射線治療を受ける患者は全員 CT を撮影するただし 実際に放射線治療における体の体位と CT、画像撮影時の体の体位が全く同じでなければ意味がないので、ほぼ全ての放射線治療施設では放射線治療室に専用の X 線 CT が備えられており、治療時と撮影時の体の体位が全く同じになるような工夫が施されている。画像診断用に用いられる X 線 CT 装置との大きな違いは、 診断用 CT の診断が患者の体輪郭に沿う要塩固状をしているのに対して治療用 CT では平板である。これは放射線治療器の診断が平板診断を使用しているためである。放射線治療機器併設型コーンビーム CT 肺の CT 解剖学機関誌と肺動脈は原則として隣接し平行に走行する。肺区域、悪域、小場の中心を走行する。 これに対して、肺静脈はこれらの境界を走行する。CT では、気管支に隣接する血管が肺動脈であり、肺動脈と肺動脈の間にある血管が肺静脈である。正常な人では、気管支は悪意気までしか追うことはできないのでそこまでは有効な方法である。肺の機能動脈は肺動脈だが、それ以外に栄養血管として、 気管子動脈が存在する。気管子動脈は、下行大動脈から直接分子するが正常では細い。ため増 ACT でその筋異部が確認されるに過ぎない。肺はリンパが豊富な組織である。気管子周囲、肺血管周囲、小腰管隔壁、胸膜の管質に分布している。特によく発達しているのが、気管子周囲と肺動脈周囲である。基本的には、 肺末症から肺門部に向かって流れている。リンパ管そのものは CT では確認できないが、眼性、リンパ加減や鬱血精神不全のように、リンパ不死を起こすと、気管支壁が飛行し、血管陰影が拡大し、症用感覚壁が確認できるようになる。肺の構造を理解する上で欠かせない概念が二次症用と言われるものである。最も有名なものはミラーによる定義である。 二次症用の中央を気管支と肺動脈が症用間隔壁の中を肺状脈が走っている。肉眼的にも確認ができる症用間隔壁に囲まれた多面体である。この概念は間質性病変を理解するのに役に立つ。二次症用は30個ほどの細葉が集まってできているとされている細葉は CT では確認ができない。肺の悪意気を同定するには 期間詞をたどっていくのがわかりやすい。原則として、区域期間詞の番号と、肺区域の番号は一致し、大体期間詞が、肺区域の中央を通過することを念頭に置くと、手術後や、変異のある肺でも悪域を同定できる。肺の微慢性病変肺の主流性、病変主流性病変は癌化良性疾患化の区別が非常に重要となる。 前回の画像と比較して増大傾向があるのかあるのならどのくらいの増大速度かといったところが非常に重要となる。所見を指摘する上、発生部位はどこで、大きさはどれくらい、増大速度を前回比較で導き、結節の輪郭、内部の正常、周辺の状態をから複合的に診断を行う。主流性病変の CT 所見としては2年以上に、 わたって増大が認められなかったり、主流のほぼ全体が濃く石灰化していたり、主流内に死亡を認めた場合は良性である。肺がんに多いが決め手とならない所見としては、表面の化合、分破化、棘形成、不均一な内部濃度、胸膜管乳像、低い CT 値、リンパ節主題が挙げられる。良性腫瘍に多いが決め手にならない所見として、変炎が明瞭で円滑であること、 均一な内分濃度を持つことが挙げられる。変炎が不明瞭、主流内に空洞、放末上空気、エアブロムクーグラムがあるといった所見は、肺がんでも、炎症でも認められる。娘結節、気管支飛行増、小さい石灰化は炎症に多いが肺がんにも、認められる。CT のみで診断を行うのは難しく、気管支鏡や性犬。 細胞芯を組み合わせることが診断では重要である。重核 CT、胸部 CT には必ず、ハイア条件と重核条件の2種類がある。実際の CT 値で画像を構成すると、人間の目では認知できなくなるため CT 画像は画像の加工を行っている。具体的には CT 値に従って十数段階のグレースケールの濃淡を表す。グレースケールで表す範囲を ウィンドウ幅といい、その中心の CT 値をウィンドウレベルと言う。例えば WWWL イコール300風、10風とすると、10風を中心に300風がグレーになる。すなわち、160風以上なら真っ白であり、マイナス140風以下なら真っ黒な画像が出来上がる。WWWL の設定でハイヤの病変を抽出しやすくしたのが、 灰矢条件であり、重核の病変を抽出しやすくしたのが、重核条件である。重核条件は、腹部の条件に比較的近いことが多い。重核は聖書によって様々な区分がされている。区分にはっきりとした解剖学上の構造物がないため、これらの区分はあくまで便宜上のものである。重核の脳法は、単方性、応法性で分類することが多い。 単方性では、前腸脳法、心膜脳法、心膜形質、強性脳法、水偽脳法があり、応法性では、リンパ管種や、気形種が挙げられる。対抗の連続性人の体において独立した空は、腹膜空、胸膜空、心膜空の三つだけである。この三つは正常では、他からの交通は存在しない。例外としては、 女性の腹膜腔は卵管を通じて外界に交通している。これ以外の五腹膜腔、重隔、胸膜外空、腹膜外空、皮下組織は互いに連続している。気空や腸管内圧が亢進状態やステロイドを使用した場合はエアーリークが生じやすいことが知られている。具体的には、間質性肺気種、気境、重角機種、心脳機種、腹膜機種、 五腹膜機種、上肝壁機種、皮下機種、全身空気側線は互いに移行しやすいことが知られている。リンパ節の評価リンパ節の評価は、肺がん、結核の鑑別のために非常に重要である。胸部 X 線 CT では、ケーブリンパ節、重核リンパ節、肺門リンパ節の評価を行うことができる。造影剤を使用しない場合は、 リンパ節と血管が同濃度となってしまうため区別できないことがあることに注意が必要である。原則として最小径が 10mm 以上である場合は、リンパ節の病的な主題となり、転移性、リンパ節である可能性が高くなる。リンパ節の病的主題を見つけ、それが肺がんによるものだとしたら、肺がん取り扱い規約に基づいて病気分類をする必要がある。 tnm 分類の n を決定することになるのだが、n0 はリンパ節定位なし、n1 は肺がんと同側の気管周囲及び肺門リンパ節の定位要請、n2 は同側の重角リンパ節定位要請、n3 は体側の重角リンパ節、または鎖骨上リンパ節、または遮角筋リンパ節定位要請である。重要なこととして、同足、体側は 気管性中線、食道性中線にて決定される。そして、鎖骨上リンパ節転移、鎖角筋リンパ節転移は、同側、体側関係なく N3 となり、反対側肺門リンパ節転移は M1 となる。次に、主大リンパ節の部位を同定する。重角において、左腕頭動脈が正中を横切るレベルを含んで、これより、頭側にある。 リンパ節は常重拡上部リンパ節である。それより、下位においては、上大静脈と上行大動脈の前縁より、前方は全て全重核リンパ節である。リンパ節転移を見つけたら、それが、覚醒可能かどうかを判定する。大きな血管や気管支に浸順している場合、多数のリンパ節が融合している場合、不整形の場合は、覚醒困難な場合が多い。 血管の CT 評価頸部、胸部での重要な動脈、静脈に関して述べる。まず左進出から上向大動脈、大動脈弓といった大動脈がある。大動脈は、腕頭動脈、左総形動脈、左鎖骨下動脈の順に分子している。その腹側を左右の腕頭動脈が合流し、上大動脈となり右心房につながる。右心房とつながる前に、 肺側から、気状脈弓が上大静脈につながる。これらの位置関係から、ケーブリンパ節を同定していく。大動脈の石灰化や相棒弁の石灰化は、高血圧など、動脈硬化性疾患がある場合はよく見られる、初見である。動脈の石灰化を見たら、大動脈瘤、大動脈乖離の有無を確認する。大動脈の石灰化は内膜に生じるため、 外壁に石灰化がある方が真空である。肝臓の CT 解剖学肝臓の部位診断においては、区域解剖が非常に重要となる。これは部位によって、手術法が異なるからである。肝臓外科の手術としては、区域切除、区域切除、破切除、拡大溶接切除が知られている。肝臓の区域診断をするにあたっては、肝臓の構造物を手がかりとすることが多い。 関門とは、左派内側区と、お上用の間劇であり、門脈、冠動脈、胆管の出入り口である。肝炎、炸裂は肝炎作のつくばであり、外側区と内側区を境界する。上脈、炸裂は、大制器の上脈管の走っていた間劇で、お上用と外側区を境界する。下大上脈口と胆脳下を結ぶ線を、 カントリー線といい、外科的左バト用を境界する。これらは CT にて常に確認できるわけではないが、口述する脈管系が確認しにくいときは非常に役に立つ。肝区域、肝悪域を診断するには、脈管系が一番わかりやすい。肝臓の血管の基本構造は、核悪域の中央を門脈が、核悪域の境界を肝上脈が走行することである。 門脈には感動脈と単管が並走し、この構造は感傷用レベルまで存続する。感情脈は大きく左、中、右の3本を基本とする。左感情脈本管は、左派外側区の中央を走り、外側5悪と、外側前、悪を境界する。中感情脈本管は、内側区と、右洋マイクを境界する。これは、カントリー線に、 ほぼ一致する境界となる。右環状脈本館は、右洋の中央を貫き右洋前区と極を境界する。不思議なことに、右洋の上下悪を境界する構造は存在しない。門脈本館は、左洋種子と右洋種子に分かれる。左洋種は肝炎、炸裂に入り、まず外側の悪域枝を分子し、さらに腹側に伸びて、左右に、外側前、悪域枝と、 内側区域枝に分かれる。この部分はかつてへっそ上脈が交通していたため、有点という。右用紙は、前区域枝と後区域枝に分かれる。前区域枝は前上悪域枝、前下悪域枝に分かれる。後区域枝分子部は、P 点と言われる。後区域枝は後上悪域枝と、後下悪域枝に分かれる。門脈は支配する区域に合わせて、PX と表現することもある。 例えば、全常悪域の中央を走る門脈は P7 である。い能分類は、肝悪域の表現でよく用いられる。これは、肝臓の内臓面から見て、半時計回りに番号を振ったものである。内臓面から確認できない、右腰前上悪を S8 としている。腹部血管の CT 解剖学上腸肝動脈は、L1 のレベルの腹大動脈から前方に分子し、 左腎静脈や十二指腸水平部の前を加工する。中血腸動脈、海腸動脈、右血腸動脈が分子する。上腸肝膜上脈は SMA の右方を上行し、水体部配側を通って、非静脈に交流する。下腸肝膜動脈は L3 レベルで、腹大動脈から前方に分子し左下肩に向かう。左血腸動脈。 S 状結腸動脈が分子する。過腸間膜動脈は、今の左側を上行し、L3 レベルで、非動脈に合流する。左卵巣動脈は、左腎動脈に合流するため、等速に追跡ができない、ことから区別する。CT は、先進国の大病院のほとんどに普及し、日常的に施行されているが、以下のような人体への副作用がある。CT による、 被爆線量は各種放射線検査のうちで多い方に属する。被爆量は検査分や検査方法、機器の性能や設定によって異なるが、検査によっては1回で数十ミリシーベルト100ミリシーベルトを超える X 線被爆を受けることもある。ただし血管撮影をはじめとする X 線投資家に行う各種主義に比較すれば CT の被爆量は総じて少なく、 また放射線治療目的で使用される線量と比較すると数十、数百分の1にとどまる。一般的に放射線による健康被害のうち確定的影響とされる急性期の放射線障害が CT で起こる可能性は皆無である。CT で問題となるのは数ヶ月から数十年後に初めて健在化してくる発がんリスクの増加。 あるいは子孫への遺伝的影響である。これらは確率的影響と呼ばれ、どんなに少量の被曝であってもリスクはゼロにはならず、少量の被爆なりに少量のリスクが存在するものと仮定されている。したがって放射線検査は必要最小限のみ、行い無駄な被曝をしないようとどめることが原則である。CT 被曝による具体的な健康被害を統計的に見積もることは難しい。 最低でも数年にわたる追跡が必要になるし、CT を受ける人は、通常すでに癌であるなど何らかの症状がある。健康な成人を CT を施行する、市内群に分けて追跡するのは、倫理的問題もあり、また CT を施行するほど無症状の、早期悪性腫瘍は余分に見つかるので、見かけ上の癌発生率は高まる。ベリントンとダービーは、イギリス、アメリカ合衆国、 日本など14カ国の発癌の0.6%から3.2%が CT など診断用放射線によるものと評価している。しかしこれらは日本の原子爆弾被爆者追跡結果との対象で推定されていることや直線式一致なし仮説を採用しているためこれらに依拠した評価に疑問を呈する声もあり専門家の間でも意見が分かれている。また 特に若年者で放射線感受性の高い部位の撮影を繰り返す場合は影響を受けやすい。なお、妊婦の場合は発言以外に退治期系発生が問題となりうるが、国際放射線防護委員会は100ミリ G 以下の退治被爆では統計上優位となる、期系増加がないと結論付けていて、骨盤部を直接 CT で撮影した場合でも退治がこの量の被爆を受けることは、 まずないとされている。従来、心臓ペースメーカーへの影響はないとされていたが、2005年に一部の心臓ペースメーカーにおいて CT 検査中にリセットを引き起こす稀な事象が確認された。植え込み型除細動器の誤作動も報告されている。これらは生命に危険を及ぼす可能性があり、危機器に X 線を照射しないようにしたり、照射時間を減らしたりするなど、 各病院で対応策が取られている。CT は MRI と比較すると短時間で検査が済み、検査機器による圧迫感も少ないが、重度の閉床恐怖症患者においては、恐怖やパニックを邪気し、思考困難となることがある。軽度の場合は、一時的な吐き気や皮膚のかゆみなどで造影剤を使用する患者の数パーセントに生じる。 治療を要する呼吸困難やアレルギー反応も1%未満に生じる。ごく稀に、ード造影剤によるアナフィラキシーショックや急性人不全などの重篤な副作用が生じることがあり、造影数十万件に一件程度の頻度では死亡に至る例がある。急速に注射を行うため注射の皮下漏れを起こすと強く腫れてしまうことがある。また、CT は救急領域でも、 威力を発揮する価値ある検査である一方、装置は巨大であり、撮影時には被爆防止のため患者から医療従事者が離れ、生命維持のための装備も最小限とする必要がある。ショック状態などの重篤な患者では、CT 撮影そのものが十数人のスタッフを要する命がけの検査となることがある。副作用以外の問題として、病気の可能性を示す画像が得られていても、 治療開始に結びつかず、特にがん患者では死亡する例も起きている。画像診断報告書に記載された精密検査の必要性などを受け取った他の医師が見落として必要な追加の検査や診療が行われないケースである。対策として報告書を読んで内容を把握したかを主治医などに確認する仕組みを導入するなどしている医療機関がある。また、 特例段階での病変の発見を人工知能で支援する技術開発も行われている。X1000CT と MRI の原理は全く異なるものの同じ輪切り画像検査としてよく比較の対象となる。X1000CT は MRI に対して以下のような利点と欠点を持っていると言える。非常に大まかには骨疾患や肺疾患、消化管疾患、 あるいは出血などの救急疾患の場合には MRI よりも CT が有用なことが多い。一方で脳腫瘍や子宮、卵巣、筋肉などの疾患において MRI の南部組織分解能が威力を発揮する場面が多い。2018年1月現在 CT 機器は主に以下の企業によって開発、販売されている。メディアを再生する。 産業用 CT での撮影古代のミイラなどの考古学的に貴重内物や文化財として保護されている仏像などに対して損傷させずに内部を調査するために用いられる。放射線被曝による健康の影響や生命体を扱うことによる避けられない動き制限などがなくなれば CT の解像度はさらに上げていくことができる。現在では CT によって 対象物体の顕微鏡レベルの微細な構造を描き出すことができる。ありがとうございます。